奈良クラブの J3 参入が決まりサッカーが注目される中新井知事がおととい J1 に対応できる2万人規模のスタジアムを田原本町に整備する考えを示しましたこれに対し今日奈良市の中川市長は奈良クラブの拠点は現在のロートフィールド奈良から動くことはないとする考えを示しました 悲願の J3 参入を決めサッカー JFL 初優勝を目指す奈良クラブ一昨日奈良市のロートフィールド奈良で行われた今シーズン最後のホームゲームでは FC 神楽島根を2対1で破り首位に立ちました会場を訪れた新井知事は試合後2万人以上を収容する J リーグ対応のサッカー場を俵元町に整備し サッカーのの聖地のような場所ににしししたたいとする考えを明らかにしましたこれを受け、今日の定例記者会見で、奈良市の中川市長は、県が新たにスタジアムを整備しても、奈良クラブの拠点が奈良市から動くことはないという見解を示しました。 今まで奈良市がです、ね、全面的にホームスタジアム、もしくはホームタウンとして支援をしてきたということはありますので、基本的には引き続き、奈良市のロートフィールドでホームスタジアムを置いて活動していくということは、奈良クラブの方からも確認を取れております中川市長は、ロートフィールド奈良を J2 まで対応できる1万人以上の規模に改修する考えを、すでに奈良クラブに伝えているといいます。一方で 県が2万人規模のサッカー場を整備する方針については、奈良クラブのためにではなく、県民全体のサッカー文化振興のために作るということであれば、歓迎すべきことだという考えを示しました。